これね、箱からほらこれ出ない、切るのも、あーもう綺麗に切れない、こう出すでしょ、でこれでこう切ろうとしても切れない、あーこんな感じ、あーイライラする。チャオ、こんにちは、ローマのココです。今回はもうちょっと工夫してくれたら便利なのにな、イライラしなくて済むのになっていうイタリアの商品をご紹介いたします。これスライスチーズなんですけどね、ここから開けるようにってなってるので、これを開けても綺麗にね折れない、硬い、ほらこうなっちゃう、いつもこうして綺麗に取れない。で、こっから下から開けるってなってるでしょね。で、下から開けるじゃない、するとチーズの並べ方の順番が悪いんだよね。普通さ、下から取るんならさ、下が一番取れやすいように上になってなきゃいけないのに、こっちの方が一番上になってんのね。だからここまで開けないと上のが取れません。で、もしくは下の取ろうと思うんであれば、ちょっとこう上に持ち上げてこうやって取るしかない。もう使いにくいったらありません。はい、このゴルゴンゾーラも開けてみます。開けれるかな、あ、これは OK、 これは綺麗に開けれました。これね、イタリアのモップなんだけど、私全然使えないと思うんだよね。こんな風にさ、紐みたいのがついてるんだけど、これを水にこうやってつけてね、それで絞るときはここに入れてこんな感じで絞ります、うん、でこれをこういう感じで拭いていくんだけど、なんか拭いてます的な感覚あるけど、本当に汚れが取れてるかは分かりません。ムラが結構出ちゃうんだよね。これさ、力が入んないからさ、このブラシの部分にね、だから力を入れて汚いものを落とすっていうのができないね。だから綺麗に私はなってないと思います。なんか綺麗になった感はあるけど、濡れてるからね。だけど、いや絶対これね、雑巾の方が綺麗に取れると思うんだよね。わかるかな、私がムラが出るって言ってんのは、こういうところ白いでしょ、なんか全部が拭き取れてないのよ。だから何回も何回も往復しないと綺麗にならないと思う。ほらこんな感じでね。だったら普通の雑巾でデッキブラシでゴシゴシやる方が綺麗になると私は思います。ローマのお家ではこのような雑巾とデッキブラシを使って床をお掃除しています。これね、このデッキブラシを雑巾の上に乗せて拭くの、これで。これでね、やると力が入るから床にこびりついたような汚れも綺麗に落とせます、うん、私は絶対ねこっちの方が床綺麗になると思います。こちらですが、お掃除とか、消毒に使うアルコールで何が使いにくいって、この口がこんなに小さいの、それはいいんだけど、蓋がこんな小さいの、これを蓋しなきゃいけません。あれ、これね、なかなか蓋ができない。で、本当は私切り方間違えたようで、これをね、ここだけ残して、あとは切って、で、この先に蓋がついてたんで、いくらこう外しても落っこちる
ことはないんだと思うんだけど、切り方間違えたからちょっと使いにくくなってます。それにしてもこの小さな蓋、ちょっとこういう蓋は使いにくいな、なんかもっといい感じでやってくれればいいんだけど、こういう感じか、あとパカッと開ける感じか、それにしてもそれもすごく開きにくくて、はい、とっても困っております。こちらはもう一つのアルコールのボトルなんだけど、これもほらこれ小さい口はいいんだけど、蓋がねこれね、ここについてたんです、こう丸くね。ででもね、ここが切れちゃったから蓋がどこか行っちゃったんだけど、なくなっちゃったんだけど、これもね、なんかねパカって開けるんだけど、それがね開けにくいったらありゃしません。すごく開けにくい蓋で、蓋がなくなってしまったので、口を閉じないとアルコールが蒸発しちゃうと思ってテープ貼ってます。こんな感じでね使いにくい。こちらのサランラップも使い物にならないんだよね。今さ開けたばっかりなんだけど、もうここ開けるところからして綺麗に開きません。くっついてるこれまだはい、両方、はい、でこれ最初のどこから始まってるかよくわかりません。全然どこだかわかりません。ちょっと今から撮ってみます。これさ本当にどこから始まってんだかがわかりません。あ、なんかこの辺どっか、もう出だしからねこれ使いってもう全然使えない。あーもう何これ。あでさこれ、まあ、これも、まあ、くっつかないのも好きじゃないんですが、こんな風に変なところでくっつきすぎるっていうのももういいや、これいやもうどうにかしてって感じで、あやっと取れた。でこれを箱に入れます。でなかなか出てきません。あ、やっとできた。でさ、これは最初だからね、まあまあなんですが、それでも切れが悪い。あーもう、切れない。で、切ったらこんなくしゃくしゃになっちゃう。もう。で、これまだね、箱綺麗ですけど、使っていくうちに箱がボロボロになり、刃が取れちゃって、切れなくなり、最終的にはだいたいイタリア人みんな引き出しにこのまま入ってます。イタリア人家庭行くとこんな風に引き出しの中に入ってて、みんなどうやって切るかって言ったら、開いて包丁でピッて切ってます。全然意味ない。この箱、これさ箱からまず出すのにほら出てこない、こっからして難しいです。あほらこうやってるからだんだん箱が壊れちゃうのよ。で切るのも切れない、なんかめちゃくちゃなっちゃった。ほらこんなところで切れちゃいましたよ。あもう全然ダメ。こういう箱は最初は良くてももうちょっとすると使えなくなるので、こういうものを使ってます。これ日本の無印良品で買ったもの、あのローマにもお店があるんでね、そこで買ったんですけど、それを使ってこの使い物にならないラップを一応入れて、これだと切るの簡単なんでね、はい、まあそれだけでもいいかなと思ってこの箱を使ってます。こちらアルミホイルの箱なんだけど、もうすごいねこれクタクタになってるこれなんて壊れちゃってるし、そうこういうねアルミホイルとかあとサランラップなんかの箱ってすぐ壊れちゃうんです。でこれね刃がねどこにあるのかなと思ったら、これ見える？刃じゃないよね。単なるギザギザになってるだけで、こんなんじゃ切れないんです。本当に切れない。だからこう出すでしょ、でこれでこう切ろうとしても切れない。あ
こんな感じで、もう一回切ってみましょう。それでこんな感じ、綺麗に切れません。で見てこれ、こんななっちゃってるし、箱はこんなだし、これもそのうち箱壊れるね。うん、はい、これも使えない。もうね、これ持ってるとね、イライラしてしょうがないです。皆さん、私のイライラ分かってもらえました？昔からあるようなこういった商品でも全然改良されないで、いつでも使いにくいっていうのは、この人たちは改善しようとか改良しようって思っているのかなっていつも思うんですよね。うん、まあこれでもいいやってみんな思ってるから改良されないんでしょうね、きっとね。うん、まあ合意に入ったら合意に従えなんで、そういうものを自分なりに使いやすいように使っています。ということで、今回はこの辺で終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。チャオ。